ツールですね。例えばその体を動かす時の BGM として使う、あってくれると助かりますけど。今日のハマソンプラスのゲストは上川隆也さん。いつもはクールなイメージの上川さんが意外な音楽の趣味と役者としての持論を語ってくれました。お楽しみに。そして今回のゲストについては、かっこいい俳優さんだなって、イケメンなダンディーな感じです。渋めというか、うん、真面目そう、おじさまって感じで。花盛りの君たちへ、大河ドラマやというこの方は、おはようございます、上川隆也です。上川さん、このうちのメザニューやってる4時から5時半っていう時間帯って普段どうされてる方ですか？ちらっとオープニングを見て寝ることもあれば、もう完全に深い眠りの中にいる時もありますし、もぞもぞ起き出す時も少なくはないという、まさにオープニングトークのそのままですね。イケメンパラダイスから大河ドラマまで、数多くのドラマで活躍している上川隆也さんのハマソンは、今一番聴いてる曲はそのコールドプレイの茨びだという曲ですね。コールドプレイはイギリス出身の4人組ロックバンド。この曲は去年グラミー賞最優秀楽曲賞を受賞、携帯音楽プレイヤーの CM ソングとして使われ、日本でもおなじみの曲です。コマーシャルです。はい、はい、テレビで頻繁に流れ始めて、この曲いいなと思って CD ショップで入手しました。イバラビダは一番その幕が開く直前に聞くんですよ、そうするとなんかこうテンションやモチベーションが自分の中でも上がるのを感じられるというか。でしょ、その上川さんにとってその音楽ってのは、あのツールですね。自分の例えばその体を動かす時の BGM として使う、もしくはそうやって気持ちをもう一つ上げるためにも、その補助的効果というんです。会ってくれると助かります。音楽を演技に役立てている上川さんが一本筋の通った熱い刑事を演じるのが、ワウワウで17日にスタートするドラマ、マークスの山。お前は俺の敵なのか味方なのか。原作は直木賞受賞作、閑静な住宅街で起きた元暴力団員の殺人事件をきっかけに次々と巻き起こる不審な事件、その捜査を進める合田警部補はやがて全ての事件をつなぐマークスの謎に直面します。日常生活はどこかギクシャクでも、事件に相対するとある種水を得た魚のように駆け出すことができる、走り、ものすごく駆動力を持って動くことができる、その二面性みたいなものを常に感じながら演じてました。ドラマの見どころは豪華な出演陣、上川さんをはじめ石黒賢さん、小日向文世さん、大杉蓮さん、高良健吾さんなど個性派の役者が多く出演しています。これは勝手な僕の一人思いなんですけれども、癖のあるお芝居をなさる方になればなるほどとてもいい方というか、あの普段の生活というか、あの人となりが角がなくて優しくてらっしゃるというか、ですから今回の現場はみんな優しかったっていう言い方もできるんですよね。中でも特に思い入れがあったのが、同じ警部補役を演じた甲本雅弘さんとのお芝居。そっちの聞き込みリストに当てはまるような人物は見当たらん。その甲本さんは同い年なんですね。そういうこともあって現場で何度もご一緒してるんですけど、会うたびに何かこう給油に合うような芝居をやっぱりこう2人で作っていく心地よさがあるんですよね。お芝居について楽しそうに語ってくれた上川さん、最後に上川さんにとって芝居とは何か聞いてみました。なんかちゃんと立ってるためにどうしても必要な骨ですとか、そういったものな感じですかね。多分抜かれたらこうグニュグニュになってしまいそうな
真面目にちゃんとやっていった方がいいかなとかああそうですね、そういう役多いですよ、ね、そういう役多いですね、はい、僕も役に対してそう思ってますから、ええ、あの僕自身もギャップを感じながらこんな風に一途に生きられたらきっとある種気持ちよかろうなというふうには思いますね。上川さんの、ね、こうお芝居というのは人生そのものなのかなというふうなことも伝わってきましたし、あととても笑顔で、ね、お答えくださったのも印象的でした ね、はい、そうですね、でもその受け答え一つ一つがすごく真面目だなという感じがしましたね、お芝居がお好きなんです ね、 ね、本当にそうですね、真面目なお人柄本当に伝わってくるインタビューでしたが、はいはい、今日はこれからお休みになる方なのかな、あどうでしょうかね、ねえ、気になりましょうかね、ね、もしこれからお休みになるようならゆっくりとお休みください、はい、以上ハマソンプラスでした。メザニュー、まだまだ続きます。毎日